戦徳三角は、明朝の第五代皇帝。意味名は、戦期。病号は戦争。しかし、日本では、その在位中の元号から一般的に、戦徳三角と称される。明戦争長福像、水丸に狂じる戦徳三角狩りをする、戦徳帝主高沖の長男として生まれる。父の主高沖は病弱であったため、 祖父の英楽三門は敗退死を検討したこともあったが、主戦記が英明であったため敗退死を行わなかったと、司書に記載されている。また英楽三門の申請にも随行して、祖父に対して助言を行っていた。郝広氏元年、郝広氏三が在位わずか一年で、崩御、主戦記が皇帝に即位することとなった。しかし即位に反対する、お父の菅王主。 高圧による反乱が発生した。主、高圧は、戦場では、永楽三角譲りの才覚を発揮した人物で、一時割立大使を検討されたこともあったが、暴虐無礼であることを理由に見送られていた。即位直後の青年皇帝に対する、おじの反乱は、県文帝を、縁王、主体が散脱した西南の変を思い起こさせる、ものであった。縁王軍として、 西南の変に参加し、漢王に封じられた主、高圧は、今度は、自らが武力で皇帝の位を奪おうとしたのである。しかし、迅速で有効な対応ができなかった、見文帝と異なり、戦闘組門は、反乱に過断に対処し、進化の神聖上層にも即座に応え、この反乱を鎮圧した。捕らえられた主、高圧は監禁されたが、後に、戦闘組門と越見した際、 千徳帝を蹴倒すという事件を起こしている。激怒した千徳帝は、主、高圧を巨大な銅壺の中に閉じ込め、周囲に炭火を積み上げて焼き殺した。千徳帝の過断な行動は、祖父や曹祖,祖父譲りの残虐性に裏打ちされていたと考えられている。この官王の反乱以降、千徳帝は皇族たちへの監視体制を強化し、上昇も廃止して、 皇帝の独裁体制を確立した。そのために、戦闘組門は、内閣大学士、中でも陽し、洋久氏洋式、洋広氏の三人を徴用している。また、官,官の政治介入を未然に防止するために、公部組門が禁じた官,官の学問を許し、官,官を対象とした、学問所である、内書道を設立した。さらに、皇帝の秘書である不都市間の権限を強化している。 独裁体制を確立した戦闘組門は内政に努め、また経営が困難となっていた。不毛の満州地区を放棄、また大越からの撤兵を決定した。その一方で、テーによる南方公開を再開している。これは、藩との単純な縮小を意味するものではなく、永楽年間に傍聴した領土を主者選択して、国内の行政制度を整備することを目的とした。 政策と考えられている。千徳十年に放御病弱であった父帝より十歳以上も早く、世を去った。千徳帝の地位性は、高広島門と並んで、永楽帝以後の休養期に当たっており、人選の地と呼ばれている。これが、民の前世期であったという評価が、後世の鹿たちの一般的な意見である。それを裏付けるように、時期の品質においても、万歴期より、 戦徳期のものの評価が高い。戦徳ミカは芸術方面にも才能を発揮し、特に文人画に優れた作品を残している。しかし、絵を描く際には傍らに画家を控えさせており、自身が満足しない部分を即座に修正させていたとも伝えられる。戦徳ミカは安定した知性を創出したとして高く評価される。一方、中央集権体制の確立のために、 宦官,官権力を強化させたことは、時代の政党三角の時代に調整を混乱させる原因となり、その過婚は民末にまで影響することとなった。明戦争実録巻115、1徳10年正月を追上による。ありがとうございます。